じゃあ私のお腹、寒暖差がすごすぎるとちょっとお腹痛くなっちゃって、今日はあんまり体が寒暖差受け付けない日だったみたいで、じゃらりーん、見てー、かわいい、かわいい、本日ゲットいたしました、無事。でもあと100個欲しい。あ、ももがかわいいあと100個欲しいぐらいなんですけど、1人1個までなので、買えるのは。そうなので1人だけ。あと保管用と見る用と、保管用と見る用と、袋から開けて飾る用と、袋入れたまま飾る用と、欲しいかわいい。あと汚くなっちゃって洗い替えってぐらい可愛い。一番に目があった子にしました。100個出てこんやったあ、添い寝用もいる本当に可愛い。あ、あとキーカバー、キーチェーンと、妹が栗まんじゅう好きなので妹の分も買いました。私が行った時はね、お昼の12時くらいだったのでまだ在庫あったんですけど、もうね福岡パルコ店は売り切れてました、夕方ぐらいに。なんかね、お顔を選ぶ方もいると思うんですけど、私は見すぎたらわからんから、一番最初に目があった子にするっていつも決めてて、でこの子は一番左上にあって、パッて見た時に私の方を向いてたので、この子が私のところに来たいんだろうなって思ってこの子にしました。なんか私の受付の番で最初の方2人目とかだったんで、割と並んですぐ入れた。でもね、私なんかね、21番、そう、1つの枠で1番から20番の人、21番から40番の人、41番から60番の人みたいな感じで3つ枠があるんですけど、私の番の人、私より前の番号が何人かいたはずなんですけど、1人しかいなくて、来られなかったのってなった。私もさ、もともと今日お仕事、公演の前にお仕事が入るってなってて、でもまだ時間が分かんなかったのよ。そのお仕事入りますって言われてただけで何時か分かんなかったから、あの分かる前に、そのなんだろう、この先着のさ、整理番号をもらえるやつ、入場予約が始まっちゃったから、もう本当に一か八か、でも早い方取っといて、その多分なんか朝からっぽくない仕事だったから、お昼過ぎだろうなって思って最初の枠を取ろうと思ったの、10時からのやつを。でももう入った瞬間、18時からスタートだったんだけども、入った瞬間もう混んでるから、ちょっと待ってねみたいな、ソーリーって言われて、で待ってる間にもさ、早く入れた人はさ、もう入れてるから、もうやばい、どうしよう、入れるかなって、 iPad とさ、携帯をさ2台用意してさ、で入れた時にはもう10時からと11時のやつは埋まってて、
でももう12時と思って12時取って、もうかぶりませんようにかぶりませんようにってお仕事が、そしたらお仕事が2時過ぎぐらいからだったから、そう無事行けました。嬉しくて嬉しくて、でその後さ12時からだったから、その間が来るのよ、こうあのお仕事まで、もう本当に暇だっためっちゃ暇だった。そうでもね、やっぱ早いうちに行かないと、あの どれぐらいさ在庫が入ってるか分かんないし、あの売り切れちゃったら嫌だったから。でまだね12時はさすがにまだ残ってるだろうとは思ってたけど、そうもう嬉しい、かわいすぎて使えないよ。でも見せびらかして歩きたいからな。最近あれを買ったの、ボールチェーンのチェーンの部分が外れにくくなるよみたいな、なんかあのシリコンみたいなやつを買いました持ち運ぶときにあの落としたら嫌だから。そんな感じで生活から始まった一日でした。そう絶対なくしたくないから、でも汚したくないの方が強すぎて、ちょっとまだしばらく開けられない。なんか100円ショップとかで売ってるから、大事なやつは今度から買おうって思った。でね、買えなかった人も確か6月とか7月とかに再販があるって書いてあったので、受注とは書いてなかったから分かんないんですけど、欲しい方はあの6月ぐらいにまた。私もその時めっちゃ汚くなっとったりしたらちょっと考えようかなってぐらい、今回のがすごい可愛い。なんかさ、なかなかない、なんかその普通になんか立ったりしてるやつとか、その可愛こぶってるポーズみたいな感じのはさよくあるけどさ、この飛んでるやつはさやっぱもうないと思うんだよね、今後その再販はあったとしても。だから絶対欲しいと思って、桃ついてるしずっと狙ってて、最初その公園ってなった時はわーって思ったけど、無事ゲットできました。喜びのショールーム、テンションが高いから。ねねちゃん自慢したって、ねねちゃん今日会ってないんだよね。いや写真送ってやろうかと思ったけど、私がその公演前にあのパジャマパーティーズの歌を練習してたら、アキが動画撮ってて、ねねとあのアキと3人のグループ、あの武田の卒業アルバムを作るときに作ったグループに載せてた。ゲットできてよかったねって。私滞在なんか一人、新商品売り場って一人何分まで滞在できますみたいな確か決まってたんだよね。10分20分20分とかかな、私1分ぐらいで出たでもこの子って思ったから、そうなんかね、前の方が売り方的にお顔を選びやすかったのよ。なんかその箱みたいなのにバーって入ってたから、でも今回さかかってたのよ、あのラックにかかってたから、なんか15個ぐらいしか表に一番前に見えるとこがなくて、お顔を見るには一個一個こう撮ったりしなきゃいけない時間になっちゃうから、
そう、今回は多分いつもこうじっくり見たいって人はちょっとそんな広くなかったし大変だろうなと思いながら、私は一番最初に目が合った子って決めてたから、そうすぐ出てったそう目が合う候補もそう少なかったんだよ。でもパッて顔を上げた時にもうその子だったからその子にした。ねねちゃんにお土産でうさぎ買おうかなと思ったけどやめた。ねねちゃん自分で欲しいかもしれんからでも垂れ耳うさぎヘアバンドも売り切れたって書いてた気がする。大切にします。今日はね、公演久しぶりに腕を組んで、ひな祭りの来たモモンガに自分でかやってよって言われちゃいそう。いい加減にせんと。腕を組んでお久しぶりになりました。久しぶりに舞さんとしたの初めてかも。いぶきは分からん、初めてかも。でまた次の公演はユニットが違うのでお楽しみにです。誰とやるか、誰と何のユニットかちょっと忘れちゃった。あ、何のは覚えてる。誰と一緒にやるかはちょっと忘れちゃった。あ、今のでアクセル消えたわ今のでアクセルの候補消えました。すいません、勝手に消しちゃいました。アクセルの候補消しちゃったよ勝手に。いやだってそれで期待したところでないから、ね、ないですわあ垂れちゃった。え、小顔効果ついてるやん。なんか今日顔違うって思ったんだよね。でもなんか今こう大きくなったらちょっと悲しいから、後からしれっと直そう。誰とやるか分かりませんし、3人かもしれないし2人かもしれないし4人かもしれないし6人かもしれないし。垂れちゃった。1人はないです。残念ながら。まあ、お楽しみに。サボテンでもさ散歩時あるし、あ、3人はないか、今日腕して違うのって言ってるから。星も2歩時あるしサボテンも散歩時あるから、中でいつもやってないポジションの可能性もあるし違うのの可能性もあるしかな。です。今日あんまり汗かかんかった。サボテンのみーちゃんポジションにしたことないんだよね。星やるならどっちなんやろうって。センターはね生誕祭の時にしかしてないからね。どうだろうね。サボテンってことはないよねって。どうだろうね。炎上路線ではなさそう。どうだろうね。
とりあえず明日は、明後日、明日は、まあ、コンサートとかの練習して、明後日はちょっと行く予定があるから、で次の日なんかね、やっぱコンサートまでいっぱいあるから、ボイトレとかもあるから、なんかいつがどの予定かわからんくなるんだよね、うん、公演の前にボイトレをしたりするから。なるほどね。なんか3月もあっという間に終わってしまいそうな気がするわ。サボテン6ポジ制覇目指そうって、それで残りの終わっちゃうかな。3ポジあるか、3ポジになるのか、絶対制覇せんと思う。サボテンマネージャーさんがいやっていう、多分それじゃないくてって、いやこれやろうって。ボイトレって個人レッスンって、うん、コンサート用のボイトレっていうの。でもなんかちょいちょいやってる、コンサート用ボイトレ、そのコンサートのたびに、まあ、言ってなかったりするけど、わざわざ今日ボイトレでしたとか、意外となんかたまにやってる。卒業までになんとかお乳を、でもお乳はしたから、あれでもうここ点出たと思ってるから、あれが最初で最後のお乳ですね。別になんかそういうつもりでお乳を選んだわけじゃないけど、まあ卒業は決まってはいたけど、それが理由でここ点出ないからやっとこうのお乳ではないけど、偶然たまたま奇跡的にできたってだけ。エアコンで目が乾燥する。パジトラはね、分かんないんだよね、まだ来てないから予定が。結構パジャドラはそのみんなに出演発表がされる前の日とか、その日の朝とかに来ることが多いから、分かんない、まだいつ出るかどうか。多分昨日前、昨日一昨日ぐらいに出たやつにはいないと思う。明日もいない。割とやっぱその目撃者のさ予定を組むときは、もうその H がのスケジュールが空いてるから、全員のなんか、まあお仕事だったらんだとかはあるけどっていう感じで、その割と分かった状態で出演メンバーが決まるけど、多分パジャドラってきっと16人以上メンバーの中で結構そのみんなが動ける日に入れてると思うから、その日予定を入れた日にはメンバーを決めてないっていうか、その例えば今月例えば15日ぐらいに来月の公演を確定させましょうって言って、確定させて発表してのタイミングでは、多分パジャドラはガチガチには出演メンバーは固まってないと思うから、そっから微調整がきっと入ってます、スケジュールの。この子はこの日行けるとか、最近どれぐらい出演してるかとか分かんないけど、だね、出たいですって言えばね出れるんだけどね、なんかあんまり全部出るのはなんかちょっと違うかなっていう私の中で。まあ、スケジュールもありますし、
全部が全部出れるわけじゃないので、でも1日だけなんかこの日出たいかもってアピールしてるところはあるので出ると思う。3月のうちのどっかは予定次第ですが、私のスケジュール次第ですが、でも多分誰もおらんメンバーで、次この日とこの日とこの日出たいですねみたいに言ってる人、そう多分ね、別にそういう制度なわけじゃないです。でもその出たいって言ったら予定が空いてれば考慮してもらえる。パジャドラはって感じ。なんか恋愛中の時とかもそうだったと思う。なんか別に空いてればね、自分が。まあその私が言った以外の日で出る可能性もあるし、まだ分かんない、ただの希望だから。ここ点は出ません、ごめんね。意外とやっぱバタバタするから、最後までちょっとあのギリギリでやるよりはちょっとの余裕は欲しいので、ちょっとここ点じゃパジャドラじゃないなんだっけ、お乳も出たことですし、それで古典扱いで。ジッパーは100ない、100ないと思う。 H じゃない K4 のメンバーで基本的に生誕とかじゃない限りやると思うから、出てったらきっと何度も狙えか、あの裸足のやつやったと思う。どうしてもね、その分まあ他にいろいろ頑張るので、卒業パートで4期3人でジッパーならワンちゃん、ノーちゃんです。500ない500ない。エミリーお休みしてるからジッパー空いてるって、あそこはあの助っ人メンバーは絶対ないです。600ない。まあ、基本的にユニットセンターとかはそのチームの子がやるので、しあの H のアクセルとか多分ジッパーもなんだと思うけど、誰が誰でも立候補すればできるっていうやつじゃないと思うのよ。それこそその子のイメージとかもあるし、結構その今やってるチーム公演ってちゃんと基準じゃないけど、その子が出ていいかいい方向になるような感じのしかないと思う。基本的にそのなんかもちろんファンの人はジッパー見たいとは思うけど、なんか見たいと思われてるものをやれば正解ってわけじゃないと思うの私は。そう、その子の相性とかその子が見せれるものとかいろいろあるから、生誕、うん、まあ生誕とかだったらいいよって言われる可能性はあると思うけど、うんって思うかな。なんかそのなんかうまく言えないんだけど、これに関してはその全部やればいいってもんじゃないっていうかまあ挑戦とかも大事だけど、それこそハードルがこうちゃんと設けられてるっていうか、だってアクセルだったら歌も頑張んなきゃいけないし、そう、まあ、もちろんなんか一人ユニットだからなんかちょっとね違うっていうのもあるけど、そんななんか簡単にやれるもんじゃないっていうか、そう、勢いとかノリでやるもんじゃないなっていうのはあります。私もさ、だって最初グラビアした時はさ、最初とか1回しかしてないけどした時はその雑誌側からの指名だったからやったけど、その多分なんか誰か
HKT から誰かってなったら多分私は出ないと思うから、そうなんかイメージが違うらしくて私がそう私がちょっとそっちになるのはイメージが違うみたいな感じのを言われたらしくて、そうでもその指名だったから初選抜の時だったしってなったっていうのはあります。だからそういう感じでなんかやりたいって言えば誰でもっていうわけじゃないこともある、活動していく中でどうしてもね。でもそれはちゃんと考えてもらってるってことだから、その子がそれをすることによって何の仕事でもこの先なんか武器になるかとか、それじゃなくてこっちやった方が武器になるよねとか、そういうのは考えてると思うから、うん、だから私はグラビアのイメージではないらしい前も言ったけど、全部が全部やればいいってもんじゃないんだろうなっていうのはやっぱり思います。本当に相性がいいお仕事はどんどんやるべきだと思うけど、かなやっぱもう1時間経つから、あ経ってないか30分かまだ半から始めたんだった。そう髪伸びた、めっちゃ伸びた。嬉しい、1年でだいぶ伸びました。ここのねここ越えたらね一気に伸びた感じするんだよね。ここら辺はなんかめっちゃ停滞してる感じがするけど、自分の中でそこをうまく超えたから今は一気に伸びた感じがするの。ここら辺の変化って多分みんなあんまり気づかない変化、こっからここは気づくけどね、こっからここに来るまでは気づくけど、こっからここはね自分でもよく分かんなかった、あんま伸びてない気がしたんだけど、こういった瞬間もうなんか一気に伸びた気がする、感覚的に。めちゃめちゃ飲みました。このまま卒業まで伸ばします、もうちょっと。でもなんかまあほぼ整えてるぐらいは来てそんな変わんないと思う。もう変わったとしてもこのこうクルタンくらいのボブが見たい気も、もう飽きたもん短いの。なんかねクルタンはね丸っこいボブだからねあれなんですけど、私丸っこいボブってよりもプツン切りボブ、クルタンのボブがこうなら私の場合はこういうボブにしたかったから、多分長さ的にはねそこまで変わんないんだよねクルタンと。その切った私がさ1年前に切った時そこまで差はないんだけど、多分切り方が違うから、そう多分違う、クルタンの方がさクルンってしてる分ちょっと短く見えるけど、多分長さ的にはねそこまで差はないと思う。ただ髪の毛伸びるの早くてそんなにその期間が長くなかったけど、丸くない方が好きなのよ私。今もその今ちょっと外跳ねしてるから分かりにくいけど、毛先揃ってる切り方が好きだから、そうだからその短い長さにした時もこういう丸っこいボブにしてない一回も、外羽が好きだから外羽にしてました。ちょっとあんまり多分顔のタイプもあると思うけど、私は丸こっちにこう来るよりこっちの方が合うなっていう、まあ自己プロデュースということで。逆にクルタンの外羽の方があんまイメージわかんかも、まあ、したら可愛いと思うけど、でも切り方的にやっぱやりやすい髪型とやりにくい髪型ってあの短さではあるからそうって感じ。
か巻き髪よりもなんか巻いたとしてもあんまりこうふわふわしない感じ、ある程度揃ってる感じの方がいいかなって思う。私はだから巻いてるよりも基本的にストレート系か外跳ねぐらいが合うかなって2年前ぐらいに気づきましたその顔の骨格とかもあるし、やっぱこのパーツとかでも変わってくる、配置でも変わってくるし、長い方がヘアアレンジ楽しいって、そう楽しい、やっぱいろいろできるから短いのもねいいんだけど、やっぱ飽きるのが早いそう飽きるのがねちょっと早くて、やっぱメンバーはさ長い子も多いからいろんなアレンジしてるの見ていいなってなっちゃうし、まあでも3ヶ月ぐらいは短めでいったから、まあもともと半年は短くしないだろうなと思ってたんだよ、そのなんだろう飽きるだろうなと思ってたし、でそのそんぐらいになったらもう卒業も考えてたから、まあ、卒業のタイミングでは長めでいたいなって、この髪型したいっていうのがあるからちょっと伸ばそうって思って頑張りました。でもさ絶対整えたかったから月1では、だからそのちょっとずつはさ切ってるからさ、切ってなかったらもっと伸びてたと思うけど、まあね綺麗に保ちたかったので今も月1で美容室行ってます。でも今めっちゃ明るく見える、まあ、ライト当ててるっていうのもあるけど、入ってから年々短くなってった気がする。確かに最初めっちゃ長くて、めっちゃ長かったんだけど、メイクさんに身長が低いからなんかもうちょっと短い方がバランス的にいいと思うって言われて、確かにいいと思って、その時さやっぱ入る前ってそんな半年に1回とかしか美容室行ってなくて、そうだからあのめっちゃ長くて、だけどそう言われて確かにいいと思って切って、だからここら辺でもそっからもう一回ちょっと短く切って、そっからはずっとこの辺うろうろしてた気がする。で肩より上まで切ったのが去年の1月かな、伸びるの早かったけど、ただ一回ね肩当たるぐらいまでにも切ったんだよね。でも本当に伸びるのが早くて、一番変化が分かりやすいところだったから、前髪も気づいたら分けなくなった、なんか楽今の方が、なんか昔はさザ・アイドル前髪みたいなのがさやっぱ主流だったけど、最近はナチュラル前髪が多いから、そうなんか多少なんか乱れたところであんまり気にならなくなったっていうか、いいかって思うようになったあの時期はなんかみんな重たかったしね、前髪がそういう時代だったで今はちょっと薄めとか、まあなんか一周回ってちょっと重めが最近、まあなんかみんなってわけじゃないけど人によってはまたブーム来てるところもあるけど、服のテイストとかで変わるけど、そう最近たまに見かける。でもその可愛いんだよね、その子もその重めちょっと重めみたいな、ちょっと重めのパッツン、もうここら辺の髪の毛とかもなしでパッツンみたいな、もうそれが似合う子羨ましい。私はもう前髪は、まあ、人によってはその美容室行っても前髪は自分で切りたいから切ってもらわないって人がいるけど、私はその人いつも切ってもらう、美容室の人たちみんな好きなので前髪カット
つもしてもらってる。デコ出しはね、私あんまりおでこが広くないからあんまりしないかも。本当にその日のテンションでしかやんないから、多分もうやんない気がする。あの目、汗がね目に入っちゃうので、今特にまぶた敏感なので、あんまり汗がこう当たらないようにしたい。吸ってもらわなきゃ前髪にヒリヒリしちゃうから、だからもうできないかも、しばらく。しばらくっていうかいるうちは。ま、スージェイさん、ひな祭りなんて言うんだっけ、ありがとう。前髪で、個人的には女性の前髪気にして見たことない。それもいいと思います。でも正直さ、本人ばっかだから気にしてるの。やっぱその前髪が暴れてると、さすがにちょっと乱れぐらいはあんま気にならないけども、けどそのめっちゃ乱れるとやっぱちょっとしょんぼりするし、出先で直せない時とか、言うほど多分周りは気にしてないかな。やっぱもう11時、ちょっと眠たくなってきた。いや、この時間に眠くなるのはいいことよ。でも今からお風呂に入らなきゃいけないんだね。前髪崩れん裏技あるんでしょ。なんか最近知ったのは、その前髪スプレーかけるじゃないですか、こうやってかけるんだけど、表だけじゃなくて、こういう櫛のここら辺にスプレーシューってして、こうやって裏側にもつけるの、こうやってシューってして、こうやってと、このここら辺にこうつけて、こうチョン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 って毛先固めるみたいな感じですると、本当に汗かいても大丈夫。そう、めっちゃいいやんと思って、こうやって裏側にも、ナータンが言ってたTikTok のなんかの動画で裏につけてるって言ってて、めっちゃいいやんと思って、そうするようになりました。だからもう全然違う。それまではもうね、固めてもなんかジグザグになってたのよ。すごい嫌で、それが。そうだから、どうにかならんかなと思ってたんだけど、そう裏側からもするっていうのを知って、めっちゃいいやんと思って。なんかこの間の公演でオープニング、スプレーをかけずに出ちゃったことがあって、で昔はさ、その全然スプレーとかしてなかったんだけど、そのジグザグになるのが嫌で。そうだけど、なんか久しぶりにそのつけずに出ちゃった時に、すごいなんかここら辺が動いて、すごいなんか気が散りそうになっちゃって、そう鬱陶しいなって、気になるなって思って、で真珠、いびつな真珠の時、私最初1サビ前までちょっと吐けるんですけど、その間に楽屋にも超ダッシュで行って、とりあえずこの辺だけスプレーバーってかけて、ダッシュで行って踊っただから一瞬も休まず、いつもそこでねちょっと水分補給したりするんだけど、一瞬でももうあまりにも気になりすぎて、ダッシュでしに行った。スプレーくださいって言いに行って、シューってして、バーってして、いびつなし、うんじゅうって始めた本当に水も飲んだ気がする、一瞬プラス。だから本当にバッタバタで、あんなに息上がったまま出た真珠はないそう、わーって言って、それから
バッチリです。だからもうその後はもう全然もうここしかつけてないけど、ここからずれるよりずれることはないから、とりあえず。よかった、めっちゃダッシュやった、めっちゃ早かった。残像が見えたと思う、きっとヒュンヒュンヒュンって真裏なんでね、あの楽屋が。めっちゃ走った。で、あの一個前のブルーのワンピースも脱がなきゃいけないから、もうパーって抜いて、パーってザーって。 TikTok 見るのって、見るよ、めっちゃ見る。 TikTok で情報かき集めてる、いろんな情報を。蹴っちゃった。でも全然自分のはしてない、なんか難しい、何したらいいか分からん、向いてなかった TikTok。なんか Vlog とかはいいかなと思った、むしろ。そのなんか自分がさ踊ってどうこうみたいなのは苦手やけど、その口動かしたりみたいなのは苦手やけど、なんか Vlog みたいな感じならって一瞬思ったけど、なんか需要なくねって思って別に私の例えばなんかチーカツの一日とか誰も興味ないんじゃねって思ってやめた。あと絶対そういうなんか動画を今日お出かけするから撮ろうと思って意気込んでも絶対忘れるから撮るの。そうやっぱ結構さそういうの見るからさ、お買い物とか。でもさお店とかはさ基本的にやっぱ写真とか動画とか撮るのはあれなので、そうなるといいかってなっちゃう。 TikTok はちいかわ関連ばっかり出てきそう。ちいかわと日プがめっちゃ流れてくるプロデュース101ザガールズが正式名称だっけ。がよく流れてくる。ずっと見てたの私先週から。あ、猫ミームもめっちゃ出てくる。ってしてる猫が好き。あとご飯カリ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 、なんかガサガサカリカリカリガサガサカリカリカリみたいなやつ。なんかさ猫ミームってさ話、なんかその動いてる猫ちゃんを使って、そのなんか面白かったお話とか出来事とかをこうやるんだけど、作るんだけど動画を。でそういうのってさお話になってるからさ見るのよ最後まで。そうってなるとTikTok ってその AI がなんかよく見てる動画、最後までなんかすぐ飛ばした動画関連はまあ出てこないけど、最後まで見たような動画関連はやっぱこう出やすくなるようになってるのよ、その AI が多分判別して。そうだから猫ミームはやっぱ最後まで見ちゃうから、やっぱその AI がこの子は猫ミーム、ハッシュタグ猫ミームでついてるやつ好きなんだってなって、どんどんこう流してくるのよ。やっぱどんどん見ちゃうから、やっぱ猫ミームめっちゃ流れてくる。猫ミーム、ちいかわ、日部がめっちゃ出てくる。そう、ミーアイ、ミーアイ。だから今ちょいちょいデビューシングルの情報とかが出てきて追ってます。そんな感じかな。あとはなんか動物とかあとネイルとかも出てくるかな、よく見るから。うん、あと今は9点の目代わりがめっちゃ出てくる
嫁さんにあげるちいかわレストラングッズが到着だって。今さちいかわ飯店っていうんだっけあれのさ、モモンガのさパンダのマスコットがめっちゃ可愛くてさ、なんか行くタイミングないかなって。でもちいかわレストランで再販やってて、そのマスコットが売ってるの、パンダの格好したモモンガ。でも今まだ在庫あるっぽいから、なんか再入荷してるから、なんか行けるタイミングがあったらなと思うんだけどって感じ。もちいかわレストランのマスコットは持ってるから、まだ私が好きになる前、好きになりかけかなる前ぐらいのやつなのよ、そのあのちいかわ飯店って読むのか分かんないけど、なんか中華街っぽい感じのやつ。そういや好きになった時やってたけど、イベントみたいなのもどっかでやってたけど、やっぱ行けなくて、そうだから、なんかちょっと前なのよ。その時はまだなんかそのそこまでじゃなかったから、じわじわと今こう蓄積されてってるからさ、好きがだからその時はなんかそんなにモモンガのグッズも多くなかったし、そのお台場かなんかでやってたのかな、やってた時はそんな多くなかったから、そうさマスコットもねその時は売ってなかったんだよね。なんかいろんなさやつやってるから、そうちょっとどのタイミングか把握しきれてないんですけど、そのそんぐらいの時期のやつはもう今は任せろって感じなんですけど、今度さマジカルちいかわのお店ができるらしくて、どこだったっけな、新宿にできるらしくて、それのさモモンガとウサギのグッズで二人の友情イーヤーヤハヤハっていう絵がめっちゃ可愛くて、これめっちゃ欲しいんだよね。でそのお店ができるってことで新しいマスコットがあるんですけど、それがなんか悪いバージョンのちいかわとうさぎとハチワレのめっちゃ可愛いんだけど、モモンガのさそのマジカルちいかわってモモンガ悪役の方なのよ。でも前回のなんかお店の壁みたいなところにその多分カニちゃんの涙でそのモモがなんか浄化されたみたいな設定なのか分かんないけど、モモンガがそのマジカル側に行った時のビジュアルのやつが出てて、でもそれはマスコットが売られないの、なんでと思って、それめっちゃ欲しいのにって思って、そうその悪い3人だけじゃなくて、そうか前回のその超マジカルチーカーじゃなくてマジカルチーカーの方のマスコット持って欲しかったなって思って、そのメインビジュアルもねその超マジカルチーカーの時はねそのモモが悪役の方だったけど、今回 あのあれはその浄化された方のやつだったから、そう紫のね可愛いの着てね可愛いのよ。でも悪い3人も可愛かったな、ちょっとあの黒目で黒目グレーっぽい色で可愛いよね。メッカはマジカルチーカは、浄化されて可愛い、チーカブも可愛い、でまたあのガチャガチャが始まるのでかわいい、その浄化されたモモンガの方のやつでね顔がね本当に本当にふてぶてしさ満載のやつでかわいいんだよね。これがその3人の黒いバージョンだって、黒いバージョンだマスコットもねなんかムチみたいなの持っててね可愛いんだよね。あとね
ミラーステッカーって言って、ステッカーがねミラーになってるやつもあってね、これはねその浄化されてない方のおもんがなんだけど、ここもかわいい。ステッカー、ホログラムステッカーもある。二人の友情、いやいやいや、かわいい。表情が可愛いんだよね、モモンが。なんかね、誰かにね、なんかいつもモモンが同じ顔しとるやんって、そのなんか性格悪そうな顔してるやんって言われるけど、まだまだ全然顔違うから毎回。それが分かってないうちはまだまだよ。モモンがは性格が悪いとかじゃなくて、難しいんだけど、悪いことしてるつもりはないんだよ、もう赤ちゃんそう、ただ自分の可愛いを追求するもう赤ちゃんみたいなもんだから。そう、なんか悪いことしてやろうって思ってそういうことしてるっていうよりは、そう素直に生きてるっていう感じそうなんだ。だからなんか性格悪いとは違うんだよね。そう、素直に生きてるだけだから。かわいい、たまらんね。ビジュアルも最強だし、で白米が好きなの可愛くない？そう、ある意味ピュアなのよ。漫画とか読んだことない人は本当読んでください。あの X に載ってるので無料で全部見れるので見てください。大変だけど、あのそう、今アニメがさ、パジャマパーティーズのお話で、もう多分この後はもう涙なので、楽しみ。映像アニメになるの。お腹鳴る。お腹空いてないけど、そうパジャマパーティーズで歌えるけどね、歌っちゃダメなので。X で読んでたら途中で最新に戻って諦めたんでラッコはね、やっぱその強いけど、強くてかっこいいけど、甘いものがめっちゃ好きだったりとか、駐車場で車見つかんなくて探し回っちゃうとことか可愛いよね。シーサーはもうあのまんまも可愛いし、そう、栗まんじゅうは妹が好き。禁酒されてた。まだまだちいかわ愛は収まりません。メンバーにめっちゃ言われるの、飽きたらどうするのって。飽きた時は飽きた時よ。なんか飽きたらどうしようとかを考えてるうちはハマってないから、きっとまだそうです。目がシッパシッパしてきたので、そろそろ終わりたいと思います。もう終わったらすぐ湯張りして、残り5分でも入り始めよう。ある程度溜まってるから。ガチャは栗まんじゅう出やすい。そうな、私もめっちゃ栗まんじゅう出るのよ、すぐ。
すごく栗まんじゅう出るから全部妹に押し付けてる。でも妹はお金かけずに好きな栗まんじゅうが手に入るからいつも喜んでる。眠くなってきた。そろそろ終わろうかしらね。あと3分にしよう。手首がバキバキバキって。うさぎはねねちゃん、まいさんはねミーハーやからすぐあやっぱこれが好きかも、あやっぱこれが好きかもって言うから、やっぱ猫耳みたいなことしちゃってる。ドゥルルンみたいな。ゆかちゃんも好き。ゆかちゃんはゆかちゃんのお母さんが好きって言ってた。めっちゃ送られてくるって言ってた。ちいかわランドで爆買いしたいって言ってたって言ってた。なくなった。あと今日リノの靴下がモモンガやった、もらったらしい。だから隣のアイチーが「えモモンガ好きなん？」ってリノに聞いてて、だから「好きじゃないよ」って言ってた好きじゃないよって「もらったの」って言ってた。でも私が持ってないモモンガの靴下だったから、いつも眺めてるこうやって横やからお嫁さんいつも話してくるから、今日お仕事一緒で、あの劇場に行くまでのタクシーで桃花の話してた。私いつも聞かされてるのって言ってた聞いてくれるからリノ意外と話してる。またこれって言われる。です。じゃあそれぶち終わりましょうか。もう眠たくなってきたから。30分です。ってことで今日はこんな感じで終わりたいと思います。またコンサートもあるし、公演もあの前半固まってますので、よかったら来てください。それでは See you again、 また来て again、 おやすみなさい、バイバーイ。すぐにお風呂に、お風呂のお湯を入れに向かいます。では。